ちょっとテストします。大丈夫は大丈夫ですね。まだ犯人はなってないんですけど、ごめんなさい、いつもと、カメラが、違うのでちょっとテストでやってみました。大丈夫そうですね。はい、一応まあ8時から発売なので、ちゃっちゃと、端的にやっていきたいと思います。はい、昨日から続きですね。もうちょっとおじさんもくさばっておりますけども、はい、ちょっと待った方がいいですかね。画角がどうなんだろうな。はい、じゃあもう行っちゃいましょうか。はい、人数は気にせず。はい、すいません。私事なんで申し訳ございませんが、私が運営する、まあ、新キロ 1.0 で、まあ、グーピーメイドの 23SS が、今日から立ち上がるということで、ちょっと東京の方には、東京の方っていうか関東の方には、1日ちょっと、ディレイして、遅れてしまったので、朝の発売じゃなく、夜の発売になって、しまいましたが、はい、バタバタとやっていきたいと思います。まず一発目、LWL シリーズですねの、03、これ私が着ているザイシステムグラフィックワイドクルーネック、こちらがテックグレーという、はい、色目になります。昨日のライブで、ちょこっと、言いましたが、実際来たところ光当てると、まるっきり違うというか、黄みがかって見えたり、やはり表行くと、ちょっとクールな感じで、シャープな感じで見えたりするので、はい、まあ、結構グーピーメイドってその辺の色目が多いので、はい、まあ一応ライトグレーにちょこっと、まあ、赤みだったり黄みだったりが、微妙に混ざってる感じです。はい、あとはまあ配色でこのテックグレーの場合はこちらの方にミディアムグレーというか本当ライトミディアムグレーの配色で、別カラーになっております。こちら側は右側は同じです。はい、あとここのハゲがこの左袖と同じカラーですね。一応ですね、あ、黒の時説明しますわ。まあこれで私今着せるのがサイズ1になります。はい、1で身幅が大体約60センチぐらいですね。あと着丈というか、まあ、ディティールは、まあ、ここにポケットがありまして、まあ、サイド、両サイドスリットですね。そして、ファスナーが一応、ビスロンでついてると。まあ、これは定番の、シリーズなんで変わりはないんですけども、まあ、グレードアップ、アップグレードしたのは、まあ、ポケットがついてるというのと、あとは、もう、後ろですね、このバックデザイン。はい。ここの、ベンチレーションシステムが、加わったという。まあ、ここから肘あたりからなんですけども、肘から肘へと、はい、そのまま、直線上に横に流れております。ただダブルファスナーなんで、真ん中でこのように、真ん中で、一応、はい、収めることもできます。あとはもう本当遊びでこっちだけ出したりわざとしてもいいかなと思います。あとはもうこの中が、トントンメッシュ素材になってるんで、まあ、ジャージーメッシュですが、はい、まあ、本当ベンチレーションシステムになってるので、結構、着回しが効くかなと思っております。はい、こちらはテックグレーですね。質問には説明してから答えますので、はい、あとシャドウが、こちらが、シャドウ色になるんですけども、一応03ってここ書いてあるんですけども、02が、俺もちょっと、そこまで調べてなかったんで、わからないっていうか、ちょっと不明なとこがあるんですけども、今ここに置いてるのは01なんですよ、そのシリーズの。
LWL の01かなが、以前出た、やつなんですけども、こちらはブラックで確か出たと思うんですけど、こちらがシャドウなんで、若干ですね、シャドウというだけあって気持ち、焦った感じの、色目になっています。だ単体で見ちゃうと、普通にちょっと今明るい画像になってると思うんですけども、単体で見るともう黒って感じなんですけども、本当真っ黒に合わせると色がこれだけ変わりますよっていう感じですね。はい、若干だから着古したような焦ったような、色目がシャドウになります。でこちらが一応、ネイビーというかですね、ネイビーブルーグレーですね、ちょっとグレーが混ざったような落ち着いたネイビー色になります。はい、本当ね、グーピーメイドって色目がすごいこだわって出してくるんで、説明するのがまあ大変というか結構難しいんですけど、色目は、ほぼ間違いない色目で出してくるので、はい、こちらが一応ネイビー、まあネイビーグレーですね、グレーネイビー、ごめんなさい、グレーネイビーと、まあこの焦った、スニクロを、が配色になった感じになっております。で後ろのプリントがこういう形ですね。はい、それでもう一色、ネイビーと、それがブラウンのやつがあったんですけども、それは、うちは、パスしたので、はい、扱いはございません。はい、でこちらがサイズがですね、着てみた方がいいですよね。これだと、まあ、これじゃこれがサイズ3になるんですけど、サイズ3をちょっと着てみますね。少々お待ちください。はい、こちらがねサイズ3になります。ちょっと後で全体でパンツも合わせて、引きで撮ってみますが、これでサイズ3になりますね。はい、どうでしょうか。まああんまり、まあ丈がちょっと変わるぐらい、身幅はそう、変わっては3センチピッチぐらいなんですけど、あんまり変わらない感じがします。着た感じは丈がやっぱ若干長くなるんですけども、グーピーメイド自体どんどん年々丈短くなっていってるんで、はい、まあそんなに長い丈ではないですよと。まああとは、前身頃の、この裾のカッティングのラインがストレートになってて、まあ後ろ身がまあスキャロップライン、まあ貝殻のようなラウンドのアーチ状のラインになってるんで、前身から見た感じはその丈感が長くない感じに見えます。はい、な感じですね。で背中がこうと、はい、でサイズ2を着てみましょうか。これが今サイズ3ですね。サイズ2を今度テックグレーでまたちょっと着用してみたいと思います。すいません、ちょっとねタグがね引っかかっちゃって取れなかったっす。はい、こちらがサイズ2になりますね。まあ明るいんで、どうかなと思いますけども、先ほどのブラックとかシャドウに比べると丈が若干短いとは思います。はい、あと終わった後、ちょっと見返していただければ動画は残しますので、はい、このような感じになっておりますですね。はい、でパンツいきましょうか。パンツはちょっと引きじゃないといけないんで、カメラ位置変えますね。また怖いんですけども、もう昨日からの続きで、はい、かなり、疲れておりますが、いきたいと思います。画角は大丈夫かな。
はい、こちらのパンツがですね、ちょっとまあ覚えられなかったんで見ますけど、はい、もうパッと見全然グーピーメイドらしさが全くないと、はい、思います。いかがでしょうか。まあ本当、スラックスですね。完全にもうトラウザーと言ってもいいぐらいのベーシックなんですけど、かなり私的には推しのアイテムというか、今日到着して履いた瞬間を結構やばいなという感じになりました。本当ジャンルレスで履ける感じのパンツですね。こちらが、サイズ、2になります。私ですと1でも2でもどちらでも OK なんですけども、とりあえず一応真ん中サイズを履いてみました。でうちで取り扱うカラーがこちらのブラック と、あとこちらのディープマリーンっていう今回色目になってるんですけども、まあ、グーピーメイドがよくやるバスヤルっていう、ネイビー色に近い色なんですけども、若干それよりも、気持ち焦った感じの色なんですけども、光によってはちょっと赤をちょこんと垂らしたような感じの、色合いにも見えて、ナスコンじゃないんですけども結構深みのある色目でも見える、見えるとか見える時があります。見えました。はい、光によってですね。結構これは、かなり色が変わると思います。室内と、屋外では、はい、まあ簡単に言うとネイビーですね。ただ本当に あんまりブランド名言うとあれですけど、本当コム・デ・ヤルソンがよくやるようなネイビーにすごい近いです。かなり品があるネイビーなんで、はい、こちらが一応ディープマリンという、はい、色目になっております。あとはまあ特徴的だというのはもう本当にもう あんま明るくないですね。まあ本当ベーシックなんですけども、ここのもものあたりの、パターンというかパターンなんですね。パターンが気持ち、こういう風に膨れてる感じのパターンになってるんですよ。なのでここに膨らみを持たせているので、普通のスラックスとはまた若干違ったシルエットだと私は思っております。はい、っていうかまあ結構、個人的に、好きな、ラインでした。はい、あとはまあまあ普段グーピーメイドの、パンツとか太めのパンツを履いてる、お客様はちょっと苦手かもしれませんが、はい、まあこっちの方のラインも、多分増えてくるとは思うんで、今後、挑戦してはいかがかなとは思ってはおります。あとは本当もうこうセンタープレス入ってるんで、もう完全にスラックス仕様なんですよね。そうセンタープレスが入ってまして、ここの膝の部分が三角形の、ハギの、パターンワークになってまして、一応フラシ、まあ、こういうような感じのフラシっていうんですけど、まあ、この辺のような感じでここで立体成形になってて、若干ですね、だから、履く前、先ほどみたいに分かりますかね、これ持った瞬間だと若干ここでシューカットみたいな感じで一度ちょっとフレア気味になるのかなぐらいな感じのストレートになってます。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、完全なシューカットじゃないんですけど若干シューカット気味に見えます、見た目が。なので、今までのグーピーメイズとは本当かけ離れた、どちらかというとメルサインで、やるような感じの、ディティールになってますね。はい、あとはまあグーピーメイド自体 のホームページでも実験段階なんでっていうふうに書かれてはいたので、まあお気に召さないお客様もいるかとは思いますという内容で説明書きはしてあったので、はい、まあどうでしょうかという、はい、まあこの辺はでも結構おすすめいたします。あとはもうほんとテクニカル素材ですね。完全な一応まあフォーウェイストレッチなんですけども、そんなにビヨンビヨン伸びないストレッチですね。はい、あとはもうすごいサラサラな、マット感の強いもうサラサラな感じの、生地でございます。はい、これが2になります。で私は1を履いてみますね。1はこの、先ほど言ったディープマリン、まあ、ネイビーですね。これをちょっと1で履いてみますので少々お待ちください。
こちらがもう在庫でごった返しちゃってどうしようもないことになってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、こちらで、サイズ1になります。こちらが、ディープマリーンですかねのサイズ1な感じでございます。ほんとシュッと見せたい方はこっちでもいいのかなと思います。そしてウエストが、まあそんなにも多少のお腹が出てますけども、そこまで今太ってないんで、なんとも言えないですけど、ウエストの感じは今までのグーピーメイドと大体、エラスティックラバーバンド、要は後ろにゴムが入ってるイージータイプになってますので、今まで履いてるウエストで問題ないかと思います。あとはもう本当この辺は細いのが良ければ本当に1で入るんでしたら1でもいいかなと思うんですけども、レングスというか総丈が、若干やっぱ短くなっちゃうので、私が今170センチで、だいたい腰巻きにしてないですね。ウエストよりも若干落とした感じで、ジャストじゃないでしょうかね。はい。で、これがサイズ1になります。で、これら辺が苦手だなと思う、方はですね、一応グーピーのページにも書いてはあるんですけど、その方はサイズ3を一回試してみてくださいという、文面が書いてあるので。このブラックのサイズ3を、ちょっと履いてみますね。こちらがですね、サイズ測ったところ結構2と3の振り幅が、大きかったんで、あえて3は、大きめに作ったんだなと、はい、思いましたけども、この辺は今までのグーピーメイドのパンツを買ってる方だとサイズ感が本当ね分かんなくなると思うんで、ちょっと説明しないとなと思い、はい、やってはいますが、私も来るまでちょっと本当どういう感じで、どういう感じのラインなのかなっていうのが分からなかったのでですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとベルト近いんで落ちちゃうんですけど、ちょっと今落とした感じです。腰巻きにまでは行ってないですね。これでサイズ3です。はい、まあちょっとまあ太くなった感じはすると思うんですけど、まあここが膨らみを持っているので、普通のスラックスとは違って逆に面白みがあるのかなと、はい、思ってます。なかなか日本でもこの手の形、のブランドはそこまで今ないと思うのでいいかなと。まあ似てるって言えば、うちで使っているシバ、というブランドの、今1本だけありますけど、デニムの、タータンの形がこのような形ですかね。要はここにもものとこう膨らみがあって、ちょっとジョッパーじゃないんですけど、若干丸みを帯びた感じでスッと下に降りて、ここの膝の部分からちょっとここがシューカットじゃないんですけども、広がりを見せつつストレートに気持ちよく落ちていくという、はい、このような感じになってます。あともうほんと生地が、先ほども言いましたけど、結構テロンテロンで落ち感抜群にあるので、もう靴にダランと、もう何クッションでも、何クッションっていうか、まあ2クッション3クッションでもなってもおかしくはないかなと思います。まあ腰履きした場合ですけどね。それはまあウエスト履きすると3で、3でもやっぱウエスト履きすると俺は1クッションぐらいにはなりますね。はい、なのでこうやってウエストを上げると、ここの膨らみが分かると思うんですけども、ここからシュッと膝に落ちて、そこからまた、うまい具合にストレートに流れ込むという感じで、全体をちょっと映しますね。これで見えるかな。ちょっと遠いですけどすいません、縦にできないんで、角度変えますと、角度がこっちは変えられないの、あっ変えられた。こちらが、上が2ですかね。2で今下が3を履いております。のようなバランスになりますね。はい。
いかがでしょうか。まあ、このような簡単にまあご説明しましたが、こんな感じになってるんですけども、カメラの配置ちょっと変えます。よいしょ。はい、すいません。はい、こんばんは。皆様ありがとうございます。はい、まゆすけさんこんばんは。はい、みさぱぱさんこんばんはです。はい、シャムさん、昨日も、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、パンパン大佐ありがとうございます。はい、はい、くろみちんお疲れ様です。まんじ、はい、まじまんじ、はい、ゆうし、まじまじ、なんかあった。はい、くろみちん、もも周りだけゆとりあるね。そう、もも周りだけ、あれ、向こう持ってちゃった。ゆとりあるというか、さっきも説明したんですが、いや、ここの部分ですね。ここがちょっと提灯じゃないんですけども、丸くグイーンとなってるんですよ、パターンが。なので普通のスラックスみたいな本当のストレートじゃないんですけど、ここで結構丸みを持たしてるので、まあここのラインで分かりますかね。はい、こんな感じのラインになっております。で、ここの要は膝部がこういう風な、膝裏もこういうような感じで、一瞬だからここで触れ上げに見えるんですよ、パッと見ると。ちょっとシューカットっぽく、見えるんですが、そのまま綺麗にストレートで落ちてます。はい、なので、本当今までのグーピーとは全く違うディティールですね。はい、はい、舞さん昨日から精力的ですね。裾はどんな感じですか。こんばんまさと。裾はそう、今見せましたけど、だいたい21センチか、まあ1で21ぐらいだったかな。21から3が23ぐらいです、確か。はい。まあ、きじめか、あ、きじめ見した方がいいですね。きじめ、ほんと完全なもう、センタープレスで、もう叩いてあるんで、もう、これパッと見全然グーピーメイトに見えないよっていう感じの仕様にはなってますね。まあ、生地裏も、まあ、大体表とあんま変わらないような表面で、結構マットで落ち着きがある、はい、生地になっております。で、ストレッチなんですけど、一応、フォーウェイストレッチですが、そこまで、さっきも言いましたけども、ビヨンとは伸びない、気持ち伸びる程度の、スパンデックスが入ってるって感じですね。あとは、このリングに、まあ、いろいろと物をかけてくださいと。はい。まあ、外せますけどね、これは。はい。まあ、飾りみたいなのがついております。こんな感じですね。はい、どこまで読んだかな。もう昨日からちょっとごめんなさい、疲れてますね。センタープレスなの？永久クリップみたいな、つまんで、そう、つまんでます。クロミちゃん。叩いてます、ちゃんと。そう、それもね、言い方をどうしようかなと思って。いたんですが、普通にまあセンタープレス言った方が分かりやすいかなと思って、一応ここ、叩いております。はい、なのでずっとこのままセンタープレスが持続する仕様になっております。はい、でごちゃごちゃして、あ、まあうちはまあいろいろとシンプルなものからごちゃごちゃものまで扱いますけどね。アメリカ軍のとかのトレーニングパンツのように見える。トレーニングパンツに見えるかな、これ。言ってることはわかるけど。まあでも多少解釈的には、でも、もしかしたらその辺からの、もう、抜いてるかもしんないね、ひょっとしたら。うん。もしかしたらだけど。はい。20時から販売です。待ってます、みさぱぱさん。はい、20時から発売になります。すいません。はい、パンパン大佐、自分チビなんでどんなにあがいても履けないんですよ。多分ね、1だったら履けますよ、おそらく。っていうか結構細いっす。で、マイさんが、ミサパパさん、色がいい、きましょう。はい、まあ一応こんな感じなんですけども、まあ、まあ他の、方でもし、分かんないことがあれば、ここに書きづらい方はもし
いましたら、DM、インスタグラムの DM でも構わないので、送ってください。ですかね。あとは、トップスで変わった点が、こちらの小屋さんですね。小屋さんが、よいしょ。これが以前のバージョンで、これが、今日発売するやつが、ここにハンドポケットが一応つきましたよと。だからかなり、まあ、こっちはハンドポケットが、ここに、ファスナーのすぐ横についてるんですよ。なんですけど、今回は、そこから離して、ハギで、要はここの、色替えをしたかったんでしょうね。それで、こっちにハギをずらしてポケットがついてる状態になっております。はい。俺もね、しっかり見てるんで、ちょっと見落としてる部分があるんで、なんともなんですけども。あと、ここは、この以前出たタイプと同じような、こういう仕様になってます。まあ、リブ、中リブですね。よくジャケットであるような感じの、はい、仕様になってます。ですね。はい。で、はい、はい、くるみち。近場で見るとステッチとかあるから違うけど、シュレット透明の雰囲気がトレーニングパンツっぽかった。ああ、そういうことね。でも若干ね、ラインとかが、うん、なんか、その系でも、うん、言われれば、うん、そうなるけど、言われてはったらわかんないかな。はい。で、まいさん、一択です。上のグレーの3かな。ああ、これですか、グレー。これで、俺が今2を着てんのかな？ちなみに私はですね、1をチョイスします。あえて、本当は、これで2です。本当は2ぐらいでちょうど、これでちょうどいいぐらいなんですけども、一回ちょっと1をチャレンジしようかなと思って。はい。これで2です。真ん中サイズです。あとは説明するとこが、ないですかね。トップスの裏地、あ、トップスの裏地ですね。トップスの裏地は、ちょっと待ってください。変なのが出た。向こう持ってっちゃったかな。ちょっと前回出た、こちらの、やつを持ってる方は、わかると思うんですけど、これ、前回出たものよりも、若干シャリ感がプラスされてます。若干ですね、本当。でも、厚さ的にちょっとウェイトが重くなった感じでは、触った感じではありますけども、表面が、もうこのような、だ天軸じゃないんですよね、折りが。要はジャージーみたいな、本当のトレパン、トレシャツの、ジャージーみたいな折り方の高密度ですね。本当に糸が細いの使ってるので、の高密度折りで、裏が、まあ、ほとんど、まあ、変わらないですね。光で見えるかな。裏面がこういう感じになってるんで、本当スウェットとは全く違うんで、うん、なんて言っていいか、すごいいつもこの辺の、素材は本当に難しいんですけど、結構台湾の、要はファブリックメーカー、生地メーカーとかなり練って、折って、練って折った、まあ生地らしいので、はい、説明の仕様がちょっと難しいっていうね。パッと見るとでもこれでわかりますかね。ちょっとね、綾織っぽい感じでも見えるんですよ。バイアスというか斜めに走ってるような感じでも見えるんで、まあ、それに比べたら、この裏側は、もう簡単に言うとマットな感じの、本当に。天軸ではないんですけど、まあ、ちょっと言い方難しいですけど、本当こんな感じです。本当に言葉に言い表せないような感じなんですけども、はい。まあ、だからスウェットとは全然大きく異なるので、って感じですね。で、ここを黒は開けると、こちらがグレー、ミディアムグレー色ですね。このベンチネーションを開けると。で、袖が、まあ、グレーネイビー、ネイビーグレー。まあ、ネイビーにちょっとグレーを、足したような感じの、はい、このような配色になっております。
ちょっと色が結構飛んでるかもしれないですけども。はい。な感じになっております。でですね、ピッチがですね、今、それで撮っちゃってるんで、このカメラに全部収めちゃってるんで、iPhone に。なんですけども、うちで測った、ごめんなさい、うちで、私覚えてる限りで話しますね。着丈等は、ほぼほぼ、グーピーメイドのサイトとほぼ変わらないです。でもカットソーなんで若干のその誤差は、1センチとかの前後の誤差はあるので、その辺はご了承くださいという感じですね。身幅、まあ脅威ですね。一応、グーピーの本体で 60.5 センチになってますが、うちでは確か60センチで、はい、測ってサイズチャートに載っけてあります。して、2のサイズの脅威が63センチ。これ同じで63センチです。して3の脅威が 65.5 ってちょっとここで変則になってるんですけど、まあ、うちは66にしました。まあ、大体まあ、フラットにあんまり伸ばさないで、脇々で、脇よりちょっと下ですかね。気持ち2センチぐらいはいつも下に落としては測ってますけども、それでまあ3センチピッチの60、63、66という身幅になっております。そして、前着丈の方が、一応、グーピーの、公式で行くと、前の、フロントですね。の、要は、ネックポイントって、ここから測るんですけども、カットソーの場合だと。一応、70、73、76という、ピッチになっています。はい。ほぼほぼこんな感じの、私が測ってもこんな感じのピッチでございました。な感じでしょうかね。あとは、ほんと、この、ザイステムという、この、これですね。ベンチネーション。ザイステムという名前をなんか付けたらしく。はい。昔どっかでね、見たことあるようなネタはネタなんですけども、まあ、懐かしいなと思い、逆に。はい。私もちょっと結構気に入っております。はい。こんな感じですね。で、去年のとサイズ感違いますか？去年のと、今日、私がこれ着てた、これは2なんですけども、着てましたが、そんな変わらない感じはします、正直。こっちの、着た感じで言うと、こっちのが、さっきも言いましたけど、シャリ感が多少あるんで、サラサラっとした感じでは、感じますね。地肌に着た場合ですけど、まあ、俺も今下にインナー着てるんで、インナー着てるんで、はい。表現が難しいですけども、若干サラッと、この、袖部は今、長袖着てないので、この感触は、さらっとした感じになってるかと思います。はい。シャリ感増えたってことは、春夏意識、うん、多分、だと思う。思います。はい。それが多分意識して、開発して生地作ってるとは思います。結構、グーピー自体結構凝っているので、その辺は意識して、前走ってんのかなと。あと、まあ、この、今、履いてないんですけど、このパンツも、かなりの挑戦だと思うんで、グーピーメイドからしたら。はい。この辺は、だから、まあ、面白いかなと、個人的には思ってはおります。上下洗濯ガシガシいけますか？あ、モンさん、はい。上下洗濯はですね、一応、俺も全部普通にグーピーメイドのやつは洗濯機で洗ってますけども、必ずネットに入れてください。はい。そのまま行くと、ちょっと行っちゃう場合あるので、生地が。場合によっては。なので、必ずネット洗いで、脱時間を、短く短縮、してください。もうほんと30秒とか1分もあれば十分です。要は、河川なんで、あんまり脱水しちゃうと、シワになっちゃって逆に、それが後になっちゃうんで、軽くほんと30秒ぐらい回して、ハンガー掛けしておけば、コットンよりかは、乾きは早いので、はい。洗濯はだからその辺は気をつけて、一応ネット洗いで脱水時間を短くという感じですかね。はい。で、このうち、ユリウスかなんかで、星ちゃんその背面ファーストのトップス持ってなかった。で、ここで言ってくる。俺言わなかったのに。ユリウスじゃなくて、ニルズの方ね。そう、ニルズの方はね、でも、ここまで全部言ってたかな、確か。俺も忘れたけど、セットアップで持ってますよ、まだ。はい。
多分だからそこら辺うまく抜いてるんじゃないかなと思いますこの仕様は。はい。ですね。くるみしすげえなこのツッコミ。はい、はい、杉様、こんばんまさそう。サクレくらいのシャリ感ですか？サクレって何？わかんねえけど。サクレって何？わかんねえ。無視します。はい、そんな感じでしょうか。まあ、トップスはある程度分かったとは思うので、まあ、こっちのテックグレーと、こちらのシャドウ。まあ、単体で見ちゃうと、ブラック。こう並べるとシャドウ。見えるよっていうね。はい、こちらがブラック。こちらがシャドウ。という感じになっております。はい。まあ、パンツは、ちょっとカメラ、ちょっと一回また動かしましょうか。3ですけど、まあ、もしこの辺も興味がある方、多分いると思うので、こちらで3になります。はい、ちょっとウエスト、俺はゆるゆるですけども、こちらで3のシルエットですね。で、じゃあ最後にちょっとこれの真ん中サイズの2を履いてみますね。2を履いておいた方が多分分かりやすいと思うので、まあ私が身長170センチぐらい、まあ厳密に言うと多分 169.5 ぐらい、もしかしたらおじさんになってきてるんで初老なんで、もうちょっと低くなってるかもしれませんが、まあ170センチぐらいな感じの体型で、足は正直言ってまあ太くはないです。本当の細い方のガリガリな足じゃないですけども、若干細めの方だと思います。でサイズ2を今履いております。ちょっと待ってください、ね、これがサイズ2ですね。だからさっきのと2と3の振り幅がかなりあると思うんですよ。俺画面越しで見てても全然違うなと思うんで、これで2です。はい、こんな感じになっておりますね。だから今後この辺を続けるのかどうかわからないんですけども、まあ多分一応実験段階でやってるという記述があったので、まあたまにこの辺のやつが出てくるかと思います。はいですね。またちょっと移動させますね。ここが怖いな、こっち。はいはい、見えない。もう昨日からのライブで完全バテておりますが、どれをたくさん積んでるの内緒。トップスはだいたい両方とも、同じぐらいの数積んでます。はい、パンツは、正直まあネイビーは薄いです。薄いで分かると思いますが、あとはライトグレーがあったんですけど、ライトグレー、売れるライトグレーと売れないライトグレーがあるんですよね。なんでちょっと怖かったんで、うちはオーダーするのはそこはやめました。ネイビーも正直言って日本だと弱いんですけど、まあネイビーの方が、まあスラックスというかこの手の形だったら履けるかなと思ったんで、はい、まあネイビーディープマリンですね、そちらの方をちょっとつまみました。黒はわりかしこのシンプルな感じでも取った方なんじゃないかなと思っております。こちらは、はい、結構でもすっきりしていいとは思いますけどね。はい、昨日の紹介と真逆になってますけども、さあ、そうです、身長170センチの武骨体型、はい、間違いない。実験でいろいろできるってことは儲かってるってことや。うん、まあ儲かってるでしょ。ビル大体ね、1棟借りてんだか分かんないけど、リノベーションしてかなりのことやってるんで、ですかね。まあそんな感じで、もう7時回ったので、もう8時まで1時間切ったので、この辺で、締めようかなと思います。もし分からない方おられましたら、ツイッター、星野 TV のツイッターでも、新機能の方のツイッターでも、あと、
インスタグラムの方の、新キロの、個人のパーソナルの新キロひさしというやつと、あと新キロただのスタジオの方でも全然DM は送ってもらっても、お答えしますので、はい、でも7時45分ぐらいまでにお願いいたします。はい、そんな感じでちょっと昨日から引き続きちょっとバタバタ、ご説明のライブをやりましたが、今日は、これでちょっと締めさせていただきたいと思います。はい、まああとはわからないことあったら DM ください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、良い週末をお過ごしください。最後までカミカミで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。